嘘よ。嘘。嘘つき。生まれ変わってもまたイブに出会えますように。健康で何一つ不自由ない体で同じように健康な彼女に出会えますように。わかったわい。じゃあイブが前を向いてこの工場を出て幸せで楽しい人生を過ごせますように。じゃあ、バズはイブに新しい友達ができますように。バズより頭が良くてイブに迷惑をかけない友達がいいな。イブが喜ぶならバズも嬉しいよ。では、最後の願いは私が。私たち全員の願いが叶いますように。イブ、イブ、私が
あなたはあの綿のぬいぐるみですね。おもちゃの時よりも綺麗に思えます。覚えています。私はポーの誕生日を祝っていました。あなたをたくさんの人を傷つけてしまいました。本当にごめんなさい。私がここから出れば全てが変わりますか？友達ですか？明日はどんなことが起きるのかなんてずっと考えもしませんでした。あなたが言う世界はとても素敵ですね。大好きです。ここを出れば新しい生活が始まって、新しい友達ができて、おもちゃもたくさん作れるんですね。本当に素敵です。彼らの声を届けてくれて、彼らの願いを聞かせてくれて、本当にありがとうございます。私もあなたのために何かさせてください。思い出したんです。ボーンの誕生日をまだお祝いしていませんでした。ろうそくを灯さないと。外のことは
あなたにお任せします。私は前線に立つのは本当に行くのか。処刑の時間だ。私を使うなら気をつけないと。私の墓に酒とバラを備えてくれたのは誰だ。大丈夫大丈夫、行くってば。私が行けばいいんでしょ。そろそろ体を動かさねえとな。心を込めてサービスいたします。私の行くところすべてに花が咲き乱れる。自分だけの。ここで咲かせるわ。終わるまで。ここで咲かせるわ。終わるまで。この香りの中に。ここで咲かせるわ。終わるまで。悪く思うなよ。ネバーモア。タイムトゥダイ。
これはベニーさんが生前に残したものです。本当に申し訳ありません。深刻な共同事故が起きたため、これしか持ち出せなかったんです。共同事故だと？なら汚染されてるんじゃないだろうな。あんなジジイの異物を俺たちに押し付けるな。忌々しい。そんなこと言わないでください。ベニーさんはずっと孫娘のサラさんを思っていたんです。孫？そんなもんいるわけないでしょ。あいつはずっと独身なのよ。そんなのただの作り話よ。そうだぞ、物忘れもだんだん激しくなってるから、正直あいつとあんまり関わりたくないんだ。まさか本当に仕事を見つけてここから引っ越していくとはな。お前まさかあいつに騙されたのか？お二人はベニーさんの息子とその奥様ではないのですか？何かの間違いよ。ベニーという人なんか本当に知らないわ。サラなんて名前の娘もいない。お顔当たってよ。こんな汚いものは早く持っていけ。そうだ、お前もあの工場から出てきた人間か？まさかお前も汚染されてるんじゃないだろうな。もう二度と近寄るなよ。今度は治安官を呼ぶからな。ここでたくさんの友達ができたとバズさんから聞きましたので、事故で亡くなったバズさんの代わりにご挨拶しようと思いまして訪ねてきました。バズだと？誰のことだ？覚えていませんか？背が高くて声の大きい力持ちの若者なんですが。なあ、ここにそういう人がいたか覚えているか？そうですね、声の大きいですか？なあ、もしかしてあのバカなガキのことですかね？バズか、なるほど、そういう名前だったか。で、あいつにどんな友達がいるって言うんだ？バカなあいつになんて友達という二文字すら書けませんよ。友達ができるわけないじゃないですか。彼に唾を吐くやつならいましたけど、それを自分の友達だと勘違いしたんですかね。そりゃ誰も知らないはずだ。おっと、お嬢ちゃん。まだ話の途中なのにもう帰ったんですかね。車椅子に乗っているくせに足が速いもんで。行方不明になる子供なんて毎日いるんだ。10年以上も前の事件なんて探しようがないだろうが。いいからどっか行け。仕事の邪魔だ。あなたたちにとっては行方不明になった何百何千もの子供の一人でしかなくても、マレーシアにとってはたった一人の子供なんです。一人で何をブツブツ言っている。早く片付けてどっか行け。もう二度と来るなよ。俺たちは何もしてやれない。ポニーは
本当に何も残してないの？はい、全部あの事故で燃えてしまった。じゃあ工場からの賠償金は？人が亡くなってるのよ。あのバカ娘が亡くなったら誰が彼女の弟を養うっていうの？弟？あ、そのイブさん、見ての通りうちはとっても貧乏なんです。そのあなたは工場長の娘さんでしょ？だったらせめて。何よその目は。弁償したくないならはっきりと言えばいいじゃない。そんな目で睨まなくても。ポーン、あなたの誕生日を祝うのはこれで最後よ。この誕生日でさえ本当に祝っていいかどうかわからない。でも散歩に連れて行くって約束したから、その約束も果たせなくてごめんなさい。お詫びとしてせめて誕生日を祝ってあげたいの。悪く思わないでね。熊のぬいぐるみに大火事、外の世界は大変なことになってるよね。でもよかった、これ以上悪化せずに済んだみたい。ごめんなさい、いろいろと迷惑をかけたでしょ。私の家族を除けば、あなたは今まで出会った方の中で一番いい人でした。私を見捨てたりしませんでした。私を騙して利用しようともしませんでした。あなたから聞いた未来は本当に素敵で、早く心が動かされてしまうところでしたよ。でも思い出したんです、そういう素敵な未来は何度も聞かされてきたけど隠していてごめんなさい。実はこっそりと外の世界を覗いてきたんです。あれは全部嘘でした。おもちゃが演じる家族よりも全てが嘘でした。親しい友達、優しい家族、世界の善意、外の世界にそんなものはありません。もしかしたら本当に新しい人に出会って新しい生活を始められるかもしれません。でもおかしいですね、そんな小さな目に見えない可能性よりも今ここにある作り物が好きなんです。
これでいいんです。あの怪物は永遠にここで暮らしたいという私の執念を飲み込んでいます。私は自分の執念を捨てることができませんが、自分を捨てることならできます。これでみんなが逃げ出せます。あなたにも自分の友達や家族、希望、未来がありますよね。その人たちのところに行ってください。私なら大丈夫です。私にはもう何もないですから。今度こそ私の家族に会いに行きます。こんなに親切にしてくれる人が現れるなんて思いもしませんでした。あなたも気をつけてください。火は熱いですから、焼かれるとちょっと痛いですよ。あなたの友達に伝えてください。私のおもちゃを気に入ってくれてありがとう。でも私はもうおもちゃを作りません。今度こそここにとどまることができますから。ただいま。
局長、現在負傷者を計上しています。火の勢いが予想より強く、局長がおっしゃるコンビクトはまだ見つかっていません。はい、火事が収まった後地道に捜索するしかないかと。局長ならきっと無事に脱出できると信じていました。見たか！このペッパーこそがリス最大の悪党だ！今回は思う存分に暴れてやったぞ。こんなに多くの人を連れ出せたのもうちのおかげだ。うちとエウレカがコンビクトと知って、奴らビクビクしてたぞ。局長局長、工場の他にももっと面白いところを見つけたんだ。今度は一緒に行こうよ。自分は大丈夫だって彼女言ってたけど、やっぱ診察してあげた方が良さそうね。局長、現場での仕事は救助隊と消防隊に任せましょう。第9機関が今回の事件の報告を待っています。そろそろ戻らないといけません。になればいいものを。成功まであと一歩だというのに、よりによって最悪の選択をしたもんだ。恐ろしい火事から逃げてきたばかりなんだ。頼りになる人が誰もいなくて、誰か僕の面倒を見てくれる人はいないかな。こっちだ！この瓦礫の下に人がいる！女の子だ！まだ生きている！